知恵の冒険ゼルダの伝説大地の汽笛知恵の冒険ゼルダの伝説大地の汽笛の伝説大地の汽笛ゼルダの伝説大地の汽笛機関士見習いの少年リンク魔族に体を奪われてしまった姫君ゼルダそしてその魂は二人が力を合わせて謎を解く冒険の汽車旅ゼルダの伝説大地の汽笛走る剣を振る会話をするメモを取るすべてタッチペン一つで操作ができます冒険を共にするゼルダはリンクの後ろをついてきます局面に応じてタッチペンで指示を出し連携して行動することができますリンクが操縦する汽車が大地を走る行く手を阻む試練を乗り越え新たな道を切り開いていきます冒険に欠かせないアイテムの種類は様々状況に応じて使い分けていきますタッチペンの操作に加えてマイク機能を使った新アイテムが登場より直感的な操作が楽しめますで謎を解く少年と姫君の冒険の汽車旅ゼルダの伝説大地の汽笛ステージに散らばるフォースを集めて数を競い合う対戦プレイはソフト1本で最大4人まで楽しむことができます